ファメーションコーチナムナです。今回はトークをしていきますね。前回の続きですね。アファメーションを効率よく利用する方法っていう、こういうお話です。前回ですね、途中で用事が入ってしまって、今外にいるんですね。で、用事を済ましてきて、今忘れないうちにということで、さっと撮ってしまうということで今収録してるんですけど、忘れないうちにと言いながらどこまで話したかなっていうことを若干ちょっと忘れつつもあるんで、ちょっと思い出しながら話しますね。で、アファメーションを効率よく利用する方法と。で、いろいろ見てるとですね、前回の話簡単にまとめると、アファメーションを部分的にとか限定的にとか、そういう使い方をしている人がいると。もちろんそういった悩みっていうのも深い悩みであったりもするんで、それはそれですごく僕もですね、言葉を慎重に選ばなければいけないような部分でもあったりもするんですけど、でも、そういった部分的な悩みっていうのは結構抽象度を上げれば一発で解決しちゃうようなことでもあったりもするんですよね。例えば、前回話をしたのは中指が長いと、手の中指だけが特別に長い人が、いたりするわけですよ。これあくまで例えですよ。そういった事例が実際にこちらに来たわけじゃなくて、ご本人やっぱり部分的なことでもすごく悩んでいるわけですからね。あくまで、例えとして言うと、中指が長いという人がいたとして、で、そういったやっぱりアファメーションでですね、中指を短くしたいというふうに願うわけなんですね。だけど、そういったことっていうのは、例えばご本人がセルフイメージを高く持てば一発で解決しちゃうんですね。というのも、別にセルフイメージが高かったら中指が長くても短くても別にどうだっていいんですよ。だって自分自信あるもんっていう感じですよね。で、逆にその周りから与える、なんていうかな、周りが見る印象っていうのも、中指が長いっていうことで別にバカにしたりとかって、そういうのはないと思うんですよね。むしろそれが魅力的に見えたりとか、だから本人に魅力があれば、ああかっこいいねっていうふうに言われたりとかするようなことだと思うんですよ。中指長いのってかっこいいじゃんと、結構歴史上の人物って指に特徴ある人多いんだよっていうふうな、実際そうですしね、豊臣秀吉なんてものは中指が長いどころか指が一本多いっていうふうに言われていますからね。だから結構指に特徴のある人って歴史上の人物、大人物である場合が多いし、むしろすごいじゃんって周りから言われるようなことですよね。あるいは眉が太いとか細いとか、太くて悩んでる人もいるし、細くて悩んでる人もいる、耳が大きくて悩んでる人もいるし、耳が小さくて悩んでる人もいる、こういう人実際にいるんですよ。ネット上とか見るとよくわかりますけど、だけどこういった悩みっていうのも、例えば耳が大きくて悩んでるっていう人がいた時に、それは本人に魅力があれば全く問題ないじゃないですか。自分も別にセルフイメージ高いから耳が大きいとか小さいとか関係なく、いやだって自分自信あるもんっていう感じですよね。で、周りの印象も、耳が大きい小さいに関わらず、あの人って魅力的だよねと、例えば耳が大きいってなったら逆にそれがすごいって思えたりとか、耳大きい人ってなんか金運良さそうだよねっていうふうに思えたりとか、で、手の形とか耳の形とか関係ないんですよね。だから彼女を好きになるって時もそんないちいち気にしないんですよ。手の形がちょっと特徴的であったとしても、逆にそれが可愛かったりとか、そういう風になるわけなんですね。この形いいんだよね、みたいな。他の人にない形、君だけだよ、みたいな感じで逆に愛おしくてギュッとしたくなるみたいな感じですよね。だいたい前回はそういったような話をしていきましたよね。で、今回ですね、自然の摂理に沿ったものを、ファメーションで、追求していくといいよっていうお話なんですけど、これも若干前回もお話ししたようなことでもあったりもするんですけど、この世界はワンネスですよね。大体前回ここまで話したかな。世界はワンネスであり、自然の法則、世界の法則っていうものがあって、もちろんそれは人間が完全完璧に把握しているわけじゃないです。科学的に全てが解明されたわけでもないんで、だから世界の法則っていうものが一体どうなってるのかっていうのは分かんないんですよ。だからそこは勘を働かせて生きていくしかないんですけどね。勘とか、あと先人の英知とかですよね。いろんな人が、哲学者とか、宗教書であるとか、そういったものにですね、いろんな知恵が書かれているわけですよ。だからそういったものも、有効利用しながら、こういっ
った風にするといいのかなみたいな、例えば感謝をすると大体いいことがあるなみたいな、大体そういう傾向があるわけなんですね。もちろん科学的には解明されてないですよ。感謝をすれば完全完璧にいいことがある、その科学的な理由はこれなんてことは、まあまあ完全完璧には分かんないんですけど、でもそういう傾向はあるわけですよ。だからそういった、まあ、先人の英知なんかも、まあ、ありがたく使わせていただきつつ、まあ、この世界の法則というものをなんとか把握しようというふうに、まあ、生きていった方がいいわけなんですね。まあ、この世界の法則というのは、まあ、名前を変えて言えば神ですよ。神、まあ、だって人間が把握してないわけですから、完全完璧に科学ではわからないわけですから、だからもう神というしかないというか、うん、だからそういう領域の話なんですね。うん、だから、まあ、言ってみればですね、この世界というのはそういう法則というものがあって、まあ、神というしかない、もうそういう法則というものがあって、で人間というものはあくまでその一部なんですね。その法則の中からぐる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 回ってる法則の中からポンとある時生まれてた。だから個人個人っていうのはその一部なんですよ。だから全体の中の一部であって、別に個人として切り離されているわけじゃないんですよね。だけど個人として切り離されているってどうしても考えちゃいますよね。例えば自分と私、私とあの人は違うとか、私と例えばその辺に転がっている石は違うし、私と川も違うし、私と山も違うし、もう分離している、分離している存在だ、私と猫も違う、私と犬も違う、もう分離してるんだと、そういうふうに考えちゃいますよね。まあ、それは人間には分離の意識っていうものがあって、それはエゴがそうさせるんですけど、でも本来なら、まあ、分離してないんですよね。一緒なんですよね。だからその本来の考えというものに、まあ、乗っ取って考えたら、この世界の法則っていうか、摂理というか、自然の摂理というか、そういったものに反する、目標とか願いっていうのを持っても、それはちょっと難しかったりするっていうのは分かりますよね。まあ、言ってみたら個人の力ってすごくちっちゃいですから、それに比べて世界の法則ってもう神の領域の話ですからね。そういった見えない流れっていうのがぐる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 回ってるわけですから、だそれに反しようって言ったってなかなかうまくいかないわけですよ。だからそこはその流れに反しないような願いを、まあ、抽象度の高い願いを持っていくってことが必要になってきますよ。まあ、たださっきも言った通り、世界のその法則、まあ、この宇宙の法則っていうものは科学的に完全完璧に分かっているわけじゃないんで、じゃあどうすることもできないじゃないかっていうふうに言われるかもしれないですけど、まあ、ただですね、ある程度目安になることっていうのがあって、それはいわゆるですね、これものすごくぶっちゃけた言い方をすると、綺麗事っていうふうに言われるようなこと、うん、そういうようなことが大体は法則にのっとってます。綺麗事だら感謝をするとか、うん、そういうことですね。まあ、これって何とか当たり前に考えたら分かることですね、感覚的にも。だから、感謝をすると、まあ大体人っていうのは運を運んでくれるようになりますし、あと、綺麗事って言ったら、まさにその名の通り綺麗ですよね。綺麗、汚いよりは綺麗な方がいいわけですよ。でこれってかなり深い意味ですよ。汚いって言ったって、それは例えば音楽によってはわざと汚くする音楽ってありますからね。結構ヘビーロック系のガン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 うるさい音であったとしても、それは見た目的にはパッと見はすごく汚い、もう汚らしいうるさい音楽に聞こえるかもしれませんけど、でもそこにある要素っていうのは美しかったりするわけですよ。だからそれは僕が今言ってる綺麗とか汚いっていうのは、そのすごく表面的なことじゃないですからね。あくまで深い話をしてます。だから汚いよりは綺麗な方がいいんですよ。だから部屋とかでもただ単に汚いだけ、もうお部屋なだけっていうんじゃちょっとまずいですね。そうじゃなく、例えば、同じ汚いであったりしても、例えばマーク・ザッカーバーグであったりとか、あるいは大作家の家なんてのは結構乱雑で汚いってことがよく言われますけど、まあそういう部屋の場合は、その人はその人なりの秩序っていうのをその部屋の中に持ってるわけですね。なんか一見汚く見えるけど、でも逆にその方がイメージが喚起されるとか、こういうような配置だからこそいろんなアイデアが浮かぶんだっていうことであったりとか、だからそれはそれで綺麗なんですよ。他の人が見たら汚いかもしれないけど、その人の中では綺麗なんですね。だから綺麗って言ってもなかなか話が深いんで、ちょっとややこしいことになってますけど、まあまあ要はですね、まあものすごく簡単に言えば、まあ、綺麗事ですね。いわゆる綺麗事、まあ、感謝をするであるとか、まあ、汚いよりは綺麗な方がいいよねと。だから
工夫次第で綺麗にできる部分だったら綺麗にした方がいいと思うんですよ。例えば、まあ、顔を拭いてなくて汚らしいってなったら、それは普通の感覚で見たらやっぱりちょっと汚らしいよねっていう印象を与えますよね。だけどそこはちょっと顔を拭いとくとか、そういう、まあ、ちょっとした努力でなんとかなることだったら、それはあの自然の法則にあの乗っ取ってるわけですよ。だけど自然の法則に反するっていうのは、例えば、そうですね、まあ、これも結構言葉を慎重にして言わないといけないんですけどね、人によってはすごく深い悩みでもあったりもするんで、まあここはちょっとあの何となく分かっていただきたいんですけど、自然の法則に沿ったことでないことってあるじゃないですか。まあ極端なこと言うと、例えば若返りとかもそうかもしれませんね。まあ、自然の法則ってことで言えば、まあ、やっぱり年っていうものは重ねていくものなんですよ。ですけど若返っていくってことを願うっていうのは、これはまあ自然の法則からすると沿ったことではないですよね。だからあくまで願うとしたら取り入れるって感じですよね。本当の意味で若返るんじゃなくて、まあ、若い要素を取り入れるみたいな感じですよね。そういったことだったら全然アファメーションとかでもなんとかなるし、むしろ全然自然の法則にも沿ってるし全然問題ないんですよ。だけどまあひたすら若返っていくってことを、まあ、願うってことになると、それはちょっと自然の摂理からは反した願いってことになりますよね。だからそれを取り入れるっていう感覚ならいいんですけど、それをひたすら深く思い悩んで本当の意味で若返れないと嫌だ。だから例えば19歳の人が20歳になって、20歳なんて嫌だ、もう、ま、いつまでも10代のままでいたいって、これはちょっと自然の摂理に反してるんですよね。まあ、20代になったんだから、それは20代は20代なりのもう生き方ってものを考えて、行った方が自然の摂理に沿ってますよね。だから要は、今回の話はですね、アファメーションを効率よく利用する方法っていうことなんですけど、まあ、その方法はまさに抽象度の高いことを、まあ、ひたすら、まあ、聞いていくってことですよね。抽象度の高い、だから部分的なことではなくて、もっともっとセルフイメージを上げてくれるような抽象度の高いこと、だから自信を持つであるとか、まあポジティブであるとか、そういう抽象度の高いメッセージを長期間聞いていくということですよね。で、部分的に時々、まあ、限定的なものを聞いていくと。で、それはあくまで取り入れるっていう感覚ですよね。取り入れるって感覚で聞く。深く思い悩むんじゃなくて、取り入れるという感覚ですよね。で、プラスアルファして、まあ、本当にその日だけのメッセージとか、あるいはモチベーションアップのためのメッセージとか、そういったものも、まあ、聞いていくと。で、それってのは、なんていうのかな、アファメーションというよりかは、どちらかというと、本当、癒しとか、モチベーションアップとか、ストレス解消とか、そういった意味合いですよね。だから、それは、全然、構わないんですよ。だから、それはそれとして、あくまで今、聞いてるメッセージは、モチベーションアップのためなんだとか、癒しのためなんだとか、そういう意識で聞くということですね。まあ、間違ってもそんな深く思い悩んでそれを解消したいみたいな、そういう意味合いで聞くんではなくて、あくまで癒しとかモチベーションアップとか、例えば試合前に、まあこの試合に絶対に勝つんだと、絶対に勝つっていうメッセージ、僕のチャンネルにもありますけど、もう絶対に勝つっていうメッセージ、これはもう短期的に試合前にだけ聞くものですよね。だからこういったものを部分で取り入れていくと。だけどそれはあくまでアフメーションとしてではなくて、まあ、モチベーションアップとして今聞いてるんだよと、絶対に勝つ、絶対に勝つ、絶対に勝つっていう、こういうメッセージですよね。まあ、絶対に勝つっていうのは、アファメーションの原則から言えば、ちょっと、なんていうのかな、現在形ではないというか、すでにそうなった状態ではないメッセージなんで、厳密な意味でのアファメーションではないってこともあるんで、だからそういったものは短期的に聞いていくということですね。だから、まあ、話がちょっとダラダラしちゃってるんで、まとめると、効率のいいアファメーションの利用法は、抽象度の高いものを長期間、まあそうですね、最低1年ですね。1年間、それは変わらずずっと聞き続けると。そして同時に部分的に、まあ、取り入れるという意味で、まあ部分で週に、
まあ週ごとに変えてみたりとか、今週はなんかこういうことを解決したからこれをやっていこうとか、そういうメッセージもまあ同時に取り入れると。で、時々まあ試合前にモチベーションを上げるために聞くんだとか、あるいはちょっと今一時的に落ち込んでるからそれをちょっと癒してくれるようなアファメーション。まあアファメーションというよりかは まさに癒しのために聞くメッセージなんですけど、まあそういうものも取り入れていくと。まあこういうまあ三段構えみたいな感じで聞いていくのが、まあ、効率のいいアファメーション利用法ですよね。今回本当一番言いたいのは、抽象度の低いことで深く悩まないでくださいってことなんですよね。そこは、抽象度の高いところを解決させたら、本当一発で解決しちゃうようなことなんで、それはどんな背丈の人であったとしても、どんな手の形、どんな耳の形、どんな声であったとしても、その人そのものが魅力があれば、自分自身はもう全く問題ないし、周りの人もすごく魅力的に思ってくれたりするし、うん、まあまあそういうことなんで、まあ、ぜひですね、抽象度の高いところを解決していこうという意識を持っていただけたらなと思います。以上です。まあ、これ今ちょっと追記で録音してるんですけど、まあ、自然の摂理にですね反したことは、まあ、あまりですね、なんていうのかな、真剣に取り組むにはまあ、ちょっと効率が悪いというような、大体そういうような話ってしたと思うんですけど、まあ、ただですね、これちょっと、これ本当付け加えておきたいんですけど、自然の摂理に反したことであったとしても、ある程度は大丈夫なんですよ、ある程度は。だから例えば、成長期を過ぎた人が背が高くなりたいとか、これもある程度は大丈夫なんですね。で、その根拠っていうのはもう過去のトークで、もうかなり話してるんで、もしよろしければそちらの方も聞いていただきたいんですけど、まあ、さらっと言うと、まあ、変性意識ですよね。変性意識によって体の反応が具体的に変わっていくと。で、まあ、あとはプラシーボとかですね、そういったものの要素も、まあ、ありつつ、まあ、実際に体の反応として出てくるわけなんですね。だから、体の反応として出るわけですから、つまり背が伸びていくってことになるわけなんですよ。で、逆に自然の摂理に反したことといえば、もちろん背が低くなるってこともそうですよ。背が低くなりたいって人いますからね、実際にこういう方いるんですよ。本当に深く悩んでる方いるんですね。だから、まあ、すべての生物っていうのは進化成長していくものですからね。で、背丈っていうのも伸びていくのが自然の摂理なんですよ。だからそういったことからすると、背が低くなるっていうのは自然の摂理に反したことなんですよね。ですけど、ある程度なら大丈夫なんですよ。ある程度なら。実際、僕のアファメーションメッセージの背が低くなる系の、まあそういうメッセージ、まあ5個か6個ぐらい、すでに公開してるんですけど、そういったメッセージを聞いて、で、続けた結果、背が実際に低くなったって方、たくさんいます。うん。だから、ある程度は大丈夫。だから、問題なのは、それに深く思い悩むかどうかってことなんですよね。それを人生のテーマとして掲げるかどうかって、だからそれはちょっと自然の説に反してるんで、そこはまあ避けた方がいいですよと。あくまで部分的なものとして取り入れて、で、まあ、なんていうのかな、メインの部分では自然の説に反しない、まあ、抽象度の高いことを目標として掲げていくと。まあ最後ちょっとこれを付け加えたかったんで、まあ、投稿してみました。以上です。